ボディメーカー。どうも、ボディメーカーの長渕翔です。本日はですね、1年ぶりの開催となるグラジエーターに来てます。今回会場が豊中市にあるイナロックボックスさんで開催されるそうなんで、ちょっと、試合の、ちょうど前の、リングの設営から、まあ、今されてるんですけど、そういうところをちょっとお伝えしたいなと思います。では早速入ってみます。すごいですね、こういうパネルもリンクされてて、ボディメイクもちゃんとあります。チャンピオンの上りがありますね。すごいですね、本当に。ちょうどあっちにボディメーカーがサポートしているゴータ選手もいますね。ちょうど本当に金網を一面ずつ作っているところなので、すごいですね。もうこれを試合までに、作り上げるっていうのが、皆さん本当に何十人ものスタッフの方がされてるんで、本当にすごいと思います。セコンドの方、体重の確認お願いします。ケガからの復帰一戦ということで、かなり注目の試合となってます。 76.65 OK です。75.90 OK です。ポーズお願いします。セコンの方確認しなくていいですかね。 60.35 OK です。ヘルプやる。はい、セコンドの方、ナベ選手のセコンドの方いいですか。 60.90 OK です。 54.3 OK です。どこか守るの。53.60 OK です。69.95 OK です。はい、69.25 OK です。ヘル君やってます。75.45 OK です。ポーズください。すいません、ポーズください。76.75 OK です。 59.90 OK です。 60.09 OK です。 65.10 65.55 OK です。56.35 OK です。ポーズ取ってください。普段なかなか見れない軽量の裏側ですね。裏側というか、まあ、まあ軽量してる写真というのはよく見ると思うんですが、そういうところをちょっと撮らせていただいたんで、まあ、選手の方って当日軽量もそうですし、前日軽量もそうなんですけど、本当に命かけてやられてるんで、まあ、そういうところをちょっと見ていただけたらなと思います。必ず禁止するように、くれぐれもお伝えください。飛沫感染防止のため、この業界継続するための対策なので、力を貸してください。試合途中止めてアナウンス警告して、あまりひどい場合は、強制終了をさせていただきます。それも皆さん守るためなので、ご理解ください。今回の試合で使用されるグローブですね、グラジエーターとボディメーカーのコラボということで、では、今回グラジエーターを開催するにあたって、櫻井大臣にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。約1年ぶりの開催となるんですけども、はい、この1年間って、ま、格闘技イベントにとってどういうような状況というか、どうでしょう。そうですね、まあ、このコロナウイルス、ちょっと未知のウイルスが、はい、まあ、流行してるじゃないですか、はい、それでちょっとやっぱり集団で集まったりであるとか、はい、っていうのはやっぱり、ね、はい、かなり感染リスクが高まってしまう状況でしたので、はい、まあ、去年年に、まあ、その4回5回ぐらいの開催見込んでたんですけども、はい、まあ、コロナウイルスの影響なので、はい、全てキャンセルしまして、はい、でちょっと1年ぶりの開催となってしまいましたけども、まあ、その中で常に
やっぱりこの停滞してしまう、はい、経済もそうですけども、はい、動きを止めてしまうことがまあ一番ちょっと、ね、はい、私たちにとってもまあ苦しいことなんです、まあ、でもその中でなんとかこの、ね、他団体の方々も、ね、あの歩み始めて、はい、私たちも対策を、ね、あの、はい、重ねてなんとかこの今日の日に、はい、あのたどり着くことができました、はい、本当に結構今回面白い試合が多いと思うんですけど、見どころというものをもしよろしければおっしゃっていただいて、はい、そうですね、まさしく再始動ということで、はい、ありとあらゆる、はい、マッチアップ、はい、ご準備させていただきました。であのもちろんあの最大の見どころはやっぱりあのメインイベント、佐々木真嗣選手の、はい、まあ、復活ということで、そこに、上田豊選手、はい、これも関東で、かなり強いキャリアの選手です。この、あの一戦は、まあ、一番の見どころです、ね。しかしあの他 の, あの対戦カードに関してましても、はい、全てがやっぱり見どころで、あのやっぱ皆さん、ね、あの1年ぐらいやっぱり試合があまりない状況が続いたじゃないですか、はい、やっぱりそうやってフラストレーションも溜まっていると思いますので、今日はまあそのいつもにまして、あのよりすごいパフォーマンス、発揮してくれると思いますので、全ての試合が目が離せない、試合となっております。今ですね、今回グラジエーターで出場する各選手の皆さんがリングチェックであったりとか、まあ、説明を受けている、まあ、風景です。これもなかなか皆さん見られる機会ってあんまないと思うんですよね、まあ、こういうような感じでやられてるんでちょっと貴重かなと思います。まもなくリハーサルが始まります。ボディメイトプレーです。グラディエーター瀬戸内さん in 大阪を開催いたします。入場曲 BGM です。本日はボディメイトプレゼンツグラジエーター瀬戸内さんに大阪にご来場いただきまして誠にありがとうございます。試合に先立ちまして本日の対決曲をご紹介いたします。本日のリングジャッジは通話の音量杉村健二、吉田元樹、内川大輝、キング、島田慎二、以上の6名でございます。リングの歌は太富智久先生でございます。そしてリングアナウンサーは私福田ジュニアが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
コスパチェックの結果、両選手ともに契約退陣をクリアし、心身ともに健康であると認められた。よって、この試合をグラジエーターライト級暫定王者決定戦と認定する。2011年2月7日、グラジエーター会長、櫻井雄一の。続きまして、この試合の勝者に贈られます暫定チャンピオンベルトの披露でございます。もうほとんど3年ぶりなんで、分からない人もいるかもしれないんですけど、広島で、バーストというジムの代表をやって、3年前までずっと戦ってました、佐々木真司です。ありがとうございました。本当に今、世の中はこういうコロナの状況ですごい大変な中、大会を開催してくれた。グラジエーターの櫻井代表には感謝します。それと本当にこうやって会場に集まってくれた皆様には本当に感謝です。みんな言いたかったことが一つあって、すごいやっぱこの世の中でお店とかも大変だったり、仕事も大変で、大変なことがいっぱいあると思います。でも俺も3年前にちょっと怪我をして、ちょっと心身にかけちゃって、もう選手としては終わったと自分でも思ったところもあったんですけど、諦めずに戻ってこれました。まあ正直ちょっと今日の戦い方あんまり上手じゃなかったですし、ただ気持ちでがむしゃらにパンチ振っただけなんで、うまいかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、この気持ちがあれば
またこうして戻ってこれるんで、皆さんも大変だと思うんですけど、諦めずに頑張ってください。それからあと娘にこうやって見せれて嬉しいです。本当に旦那があんな怪我で入院してて、それでもまたこうやって戦う場に送り出してくれた、ありがとう。今日はありがとうございました。この後もいい戦いがずっと思うんで、皆さん大きい拍手でお願いします。入場曲どうしたんですか？あれ、福山出身の和太鼓奏者のガリュウさんっていう人たちが作った復帰戦に使ってくださいって考えてます。ただただだいぶ殴られたと思うんですけど、なんか気持ちで盛り返しただけだった、まあ、当たったら倒れるぐらい、はい、あの気持ち込めて思い切り振ったので、はいはい、どっちが先に倒れるかっていう感じじゃないかな。向こうも途中で楽しそうに笑ってたんで、はい、試合中で、はい、だからこのまま殴り合いで来てくれるなと思ったんで、ちょっと途中で腹くくって、はい、思いっきり殴り合いにシフトチェンジして、はい、応援してくれる人が今回特にやっぱ復帰戦だったってのもあるんで多くて、はい、でもまあどうしても勝ちたいってものがあって、はい、まあ、入場してリング入る前に娘も見つけて、はい、娘にも手振れたんで、はい、ちょっと試合中もそうですね、はい、頭をよぎったんで、お父さんとして優勝を見せれたっていうところです、はい、すごい。いや、まあ本当それが一番、まあ、やっぱ格闘技やってて、はい、もともとは子供いなかった時には、はい、なんかみんなね子供リングにあげたりして、はい、あのどういう気持ちなのか全然わからなかったんですけど、はい、まあ、子供ができて、でやっぱその3年前の自分の怪我して倒れてる姿を病院でずっと看病してくれてたんで、はい、まあ、娘と嫁さんが、はい、でそれを見てたんで娘も試合してほしくないってずっと言ってたんで、はい、まあ、そんな中でちょっとそのままの記憶で終わると、はい、娘にとってもあんまりいい記憶じゃないんで、まあちょっと勝っていいとこ見せたいなって思ったんで、よかったです。まあ嫁さん、娘にですね、まあ娘にはもう、まあ、結構今日も殴られちゃってたのを見してしまったんですけど、まあ勝てたんでかっこよかったろうっていうところが言いたい。まあ嫁さんにはやっぱその嫁さんももともとね、あの現役でずっと格闘家やってたんで、普通の奥さんだったら多分もうやめときとはもちろん言うと思うんですね。あの怪我を、はい、怪我したてから最後までずっといたんで一緒に、結構本当に壮絶というか本当に壮絶で、はいはい、まあ、そうですね、普通だったらもう多分やらないと思うんです、はい、俺も俺の知り合い側だったらもうやめときとか思うし、それでも、もう一回こう戦うことを、見送り出してくれたのは、まあ、彼女も選手としてやってたから、自分の気持ちがすごい分かるんだと思うので、まあ、彼女が嫁さんでよかったなっていうのは、本当に思いますね。だから、まあ、ありがとうっていうのは言いたいですね、すごく。
ラウンドワン。吉田赤ダメジャッジ杉浦赤ダメジャッジ篠浦赤ダメ以上3点の結果を取りまして勝者赤ダメ。合格の見事な開発の吉村です。なんか対戦相手の木村選手僕に勝てるとなんか SNS で叩いてたらしいんですけど、まあ、10日前のオファーでも3年ぶりの試合でも僕の方が圧倒的に強いね。なめんなよこれ、はい、あとまあ3年前ちょっと、まあ、納得いかない判定で、まあ、チャンピオンを引きずり誘導されてまあ、イライラしてたんですけど、まあ、すっきりしました。まあ、チャンピオンの宮城選手と僕、どっちの方が強いかは、観客のみんなが分かってると思うんで、もう再戦もええかなと思ってます。とりあえず、桜井会長、この機会、与えてくれてありがとうございます。で、まあ、あと今日は、僕のおじいちゃんの命日なんで、この勝利は僕のおじいちゃんに捧げたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでグラジエーターの2月7日の大会ですね。2021年1回目の大会が無事終わりました。第1試合から11試合の中で本当に KO も多くて皆さん見応えがある試合もあったんじゃないかなと思います。特に1試合目のサザロックさんの3年ぶりの復帰試合を見事暫定王者が始まり、11試合の皆さんの試合っていうのは僕自身すごく感動しました。なので本当にグラジエーターの動画のまたリンクとかも貼っておきますんで、ぜひもうこれを機会に総合格闘技を見られたこともない方もちょっとぜひ楽しんで見てみてください。以上で終わります。ありがとうございます。91ってなんならもうちょっと上もいけないですね。あ、本当ですか。まあ、これの結果とちょっとまあ重量のどれくらいいけるかの後にぜひこれもスペシャルのプレゼントを、はい、出させていただきます、はい、よろしくお願いします。